ここまで時代が来たかと、ね、僕思いました。普通 UO キャッチャーゲーセン行ってやるじゃないですか。でもゲーセン行かなくてもパソコンから遠隔操作で UO キャッチャーできるっていうのがね、最近できた。が、しかし、さらに進化してスマホからでもできるようになってしまったと。これやばくない？今、じいちゃん、ばあちゃん、これ何みたいな、どういうことみたいになるよ。練習台みたいなのでね。それちょっとやってみましょうか。フリープレイ台。ね。ゲーセンとかにある UO キャッチャーじゃないんだけど、多分事務所かどっかにね、構えてるんだろうね。そん中にある、はい、映像映りました。まあ、こういうこと。遠隔操作できちゃうっていうものでございます。今、右の方に出てる矢印ですね。これ右動かして、離す。で、前に持っていって、離す。っていうことでございます。これやっぱね、メリットもあると思うし、デメリットもあると思うんですよ。その場に行かなくても、家でできちゃう。あんまこう、ゲーセンとかガイガイしたとこ行きたくないよって、あそこめっちゃうるさいじゃないですか。行かなくても、できるっていうメリットがある。回り込んでさ、で、こっちから、あ、もうちょっとかな。はい、ここみたいな。そういうのできないよね。で、もう一つとして、高いんでね、値段が。こういう DP80 なんですけど、1プレイ、ここに 180DP って書いてあるじゃないですか。250円から。230DP。2000円で 2000DP ですね。これを今回ちょっとね、買いたいと思います。じゃあちょっと、実際本番やってみましょうか。2080DP あるんで、フィギュアとかね、あんまいらないんだよね。フィギュア、ねえ、まあその、アニメは好きなんですけど、結構見る。1プレイで 298DP って高くない？これちょっとじゃあ、やりましょうか。結構なんか器でかいんだよね、これ。左、そんな左がなくていいですよ。画面変わって、めっちゃ反射するやん、これ。はい、ここ。どう？おお！え、やばくない？これ、めっちゃ使えるんじゃない？これ。一気に5個ぐらいいけんちゃう？これ。やばい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 ！数やばい、数やばい！これ入るよ、これ。一発で。うおーしーやばこれ。ちなみにこれ、取ったら、無料で郵送するらしいです。郵送代とかも含めての料金なんです。めっちゃ取れるよ、これ。せーの。一番奥まで行くか。一番奥まで行ったらどうなる？はい、ドン！はい、ドン！やばい、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 やばい！ 7 個、6個ぐらい。さあ行け！さあ行け！さあ行け！全部落ちるっていう。あー、少ない、少ない、少ない！あ、一つ！奇跡起きるか！奇跡起きるか！ 2000 円使ってこれはやばい。8個ぐらい掴んでるよ、これ。いけ！あ、取った！いやー惜しい！ 10 個掴め！ 10 個掴むね！いけ！ラストじゃん、これ。2000円ポテチ、そんな高いか？文明の利器は感じるけど、デメリットの方が多い気がしてきた。ほら、すぐプレイできないじゃん、これ、こうやって。298DP 取られた。一回プレイ、198DP のね、ミニオンさんを今度ゲットしに行きたいと思います。こういく感じか。あ、すごい。あ、自分の、いつまでも動かせる感じね。キャッチ、せーの、はい、ポチ。あ、奥すぎん、これ。このカメラ、ポチッと押したら、こっちのカメラできると、あ、なるほど。え、ちょっと待って。もうちょい右ね。はい。前落とすよ。オッケーね。せーの、はい、キャッチ。オッケー。真上。いいんじゃない？これいいんじゃない？これで。これで。もうちょい右ね。はい、行くよ。はい、これでいきます。せーの、ポチ。はい、キャッチ。さあ、来い。さあ、どうだ？掴んだぞ。掴んだ。よっしゃー！